HelloThouBow.sg We are Duet Infinity! Yeah!でも嬉しいね。嬉しいです、はい、興奮してます。なんか緊張というよりは、楽しみな気持ちの方が大きいです。で、緊張した時は深呼吸をします。あとちょっと仮眠をするとか、そうすると少しほぐれます。僕は日本に日本武道館という大きいステージがあるんですけど、そこをアマチュアの頃から憧れの場所で、そこで Duet Infinity として初めてライブコンサートができて、それはとにかくエキサイティングでしたね。それを、5回今までやっていて、もうお腹いっぱいなぐらい最高ですね。私はそうですね、2008年だったかね、違う、7年かな、復活の時の A ネーションでサプライズで出演した時に、大雨が降りまして土砂降りの中で演奏したことですかね。とても覚えてます。The cat一つは憧れでもありますし、マイペース、あと眠いとか総合的に The Cat。 南米のライブをした際にトランスレーターが一人いて、僕のことをクマクマって呼んでますそう、で、まあでも確かにそうだなと思って、まあ要は普段おっとりしてるんだけど、怒らせたら怖いよってね。竹、バンブー、なんかしなやかにこう、しなやかじゃないですか、でバキって折れないじゃないですか。でこう、しなやかにこうな性質を持っている生き物として、なんか、まあ、そうありたいなっていう気持ちもあったり、まっすぐ伸びていくし、俺も、なんだろうね、まあ、地に足つけてる感じなんで、The ground、The earth、あんまり流行りもんにこうなんていうか乗っからないというか、自分たちの音楽、自分たちがいいと思うことを地に足つけてやってる感じはがあるので、それはわからないな。その何かトレンドを生み出すっていうことを目的としていないというかね、自分たちがこう思ったことに賛同してくれればそれでいいっていう感じ。だからすごくたくさんの人にもちろん聞いてほしいけど、なんていうかな、流行り物を追いかけてまで、こう、なんていうか普及させようとは僕は思わない。